はい、どうもフリーアジェンダどうでも、フす。リーアジェンダです。今話しまし回、ょう。はい、テーマは？今回のテーマは、マネージャーとか、あと、多分社長とかもそうだと思うんですけど、人の上に立つくらいになればなるほど、褒められることが減るんじゃねっていう話についてです。褒められませんよ、そ褒りめゃ。られないで す褒よめられないですね。よ。変化とか成長ばかりを求められますかああ、そうだよらね。ね。そうそう。なんか、何なんだろうね。なんですかね。でもなんか1個思ってるのは、そのなんだろう、そのレイヤーを体感したことがどんどん少なくなっていくんで、母集団がどんどん少なくなると共感がないんで、褒めることが難しくなると思うんですよね。例えばなんだろう、僕が本当に抱えている今のイシューとかを、あ、それそうだよねって言える相手がどん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 減っていくはずなんですよ。そう、先細っていくんで。だからなんかまあ、共感がなくて褒められない。で、起業家が起業家とばっかつるんでるとかも、結構それに依存しているんじゃやー、ないかそうなっかてもいしんう。ない。それはそうかもしんない。そう。VC のあ、で人ももそうだわ。VC とやたらつるむんですよね。そういうのとかって、結局その彼らが抱えている悩みとかに対する共感を持てる相手がすごい少ないというか、要は同じ類の人じゃないとできないがゆえに、その褒めるっていう行為がされなくなるからだと思うんですよね。ああ、そうわかかも。るから始まんないからわね。かる。確かに、それがわかる。確かに、俺もチーム責任者っていうか、マネージャーになった時、多分、そうじゃなかった時って、年が近い人とつるむとかっていうふうな、なんか選択規則だった気がするけど、マネージャーとかそういうになった瞬間に、年とか関係なく、やっぱその職位にある人との方が、なんか話すことが多くなった気がするそうな。でしょう、そうでしょだママ友とかもそうなのかもあ、ね。そうそうあんまり褒そめられないし、共う。感できないそう人そうとよりそは、やっぱり、共感できる人とつるむというか、仲良くしたいっていうのが、明らかにあるんだろうなんかそんな気がします。ね。褒めるの本質とは何かっていうと、結局まず理解できて共感できて、でそれに対するハウとか、なんかストラグリング、こう頑張っている様を、なんだろう、自分に対して褒めてるのが褒める側にあるんじゃないかなと思ってて、私もそれやってる、いやあなたすごいよっていうのはああ、確かに。反射で私に言ってるみたいな、確かに、確かに。ところがあるんじゃないかなと思ってああ、て、それはそうかもしれない。そう、確かに、おむつ替えたことない人に、毎日おむつ替えて、偉いねって言われても、響かないし、意味ないけど、そうなんまあ、です多よ。分褒めてる側もピンときてないと思うけど、両方が同じ立場だと、褒めた側にもエクスタシーみたいなのがありますよね。大変さみたいなの本当わかんないしね、そのただ、なん今のか多やつ分その褒で。めるって、明確にその、自分が100%理解できて、本当にリスペクトできるんだと思って褒めているケースと、なんかその、モチベーションを上げるために、一部その、空褒めみたいのがあるかなと思ってるんですけど、なんかマネージャーとか人の上に立つ人で言うと、多分、後者の方も減らされるんだよね。確かなんに。か自分の機嫌は自分で取りなさいっていうふうに多分なってくるし、求められるものがどんどん高くなってくるから、なんかその、これで褒めたらこいつ満足しちゃうんじゃないかみたいな感じの、どんどんその、上に対する、なんだろう、上昇プレッシャーみたいなのが強くなってきて、褒められづらくなるなと思って、あとはもちろんマネージャーだったら自分のメンバーとかに褒められるとかってことも多分ないし、そういうふうに捉えてないからね。確かなんかでも僕すごい思ったのが、やった時に、だからマネージャーになって、メンバーとか周りの人からそんな褒められることはなくなったんですよね。もともとあんま褒められてた時でもないんですけど、ただ、採用とかすごいやってたんですよね。その時に人事にはすごい褒めてもらうというか、人事はすごいなんか僕、ヒカルさんすごい採用に協力的で、なんかこうクリエイティブですよねとか、結構すごい褒められてて、やっぱちょっとその人軸を事ずがらした褒とこめだるのはと、超わかるな。また新しい、なんかその、なんて世界が広がってて、確かそれに。がすごい良かったんですよね。だから別に褒められないとダメとかってわけじゃないけど、確かに。なんかそれすごい面白かったなと思ってて。確かに。多分ね、ほとんどの会社員の人って、採用のためのプールを作る、そのリードを取るとかって行為って、ほとんどの人はしたことないはずなんですよ。ない。ないはず。多分メルカリの中でもやってる人って本質的に超少ないはず。実は少ない。そうですよね。で、人事ってその大変さすごいよく分かってると思うんですよね。分かっそてのる。ウォンテドリでプール作ったりとかがどんだけ大変かとか、あのメルカンみたいなロンドメディアでいや、あれすごい集客よ。するとかイベントやり続けるとかどんだけ大変か分かってるから、それを自発的に動いてくれて、そのなんだろう、共有部分がすごい増えてる人って、やっぱ僕が人事だとしても、いや、すごいなって思いますもんね。確かに。まあ、だからそれもやっぱ共感できる部分、共その感の何が領大域変さがかあるかどうかはす分ごかいって大る。事。
前提な気がしますね。うん、もう一個、ちょっと褒める側、褒める側として、なんか最近、はいはいはい、いや今年のたまたまね、なんか2020年の自分のテーマにもっと褒めようっていうのを入れてたんですよ、うん。なんか褒めるみたいな。だけど、そもそも開発チームとかについてはそのプルリクとか出てって、おこれ終わったなと思ったらグレートみたいな、うん、すごいよく言ってたんですけど、なんかビズサイドが出てきて、で結構要求水準高くて、まあ、ちょっとジュニアの人がいるんですけど、まあ、比較的自分の専門分野だから山本、そうそうそう、まあなんだろう、その要求に満たなくって、割と初期の頃とかはなんだろう、指摘が多く、うん、フィードバックとしての結構刺さるような指摘が多くなっちゃってて、うん、結構そのまあ、女性の方なんだけど、彼女も結構なんだろうな、ダメージを受けてるなっていうのが誰から見ても明らかで、うん、いやこれまずいなって思ってて、だけどちょっとずつしたらなんか差分が出るようになったんですね。フィードバックしたら、ちゃんとそれが残るとか、うん、ドキュメントの書き方すごいめちゃくちゃ下手くそだったんだけど、うん、こうちゃんと構造化した文章になってきたとか、なんかこの差分をちゃんと拾って褒めていくっていうのを最近はやろうって決めて、まあ、うまくできてるかその人の受け取り方次第だけど、それをやるようにしました。でもそれはめちゃくちゃそうだと思って、うん、もうあの多分そうするとメンバーとか普通の人に対しては、うん、絶対値で褒めるって結構厳しくて、うん、絶対値だと例えばヤモトとその人だったら、うん、絶対値的にはすごく、まあ、身長もちっちゃく見えるから、うん、褒めようがないみたいな感じになるけど、うん、相対値として伸びてるってところに関して褒めようがあるんで、うんうんうん、あの絶対値じゃなくて相対値を見つけるっていうのは結構重要かと思ってて、そうそう、でマネージャーとか上の人になると相対値で褒められなくなる。確かに確かに、絶対値をすごい求められる。確かに確かに、だからいやでも前より良くなったんですよとか言っても、うんうんうん、いやうるせえよお前のバーはここで、そうそう、ここに達してないだろみたいな。確かに、はい、いやめっちゃその通り。なんかマネジメントを翻訳すると管理するじゃなくて何とかするであるっていうのが、うん、もう僕の中の定義なんで、なんか何とかできてないじゃんっていう時点でマネージャーとしては失格なはずなんですよ、うん、確かに。で基本的にはやっぱみんなにその何とかする能力を身につけてもらいたいんだけど、でそこに至る前の人はやっぱそのおっしゃる通りで、本人比プラス 170% MOM170% が大事だなと。なんかそういう訳が必要なんだっていうのが去年結構大きい学びでした、うんうん、確かにな。でも結構僕悩んでて、うん、あの僕人褒めるのそんなにすごい褒める方だと思ってるんですね。でも多分僕結構周りから何考えてるか分かんないって言われる方なんで、褒められても嬉しいって人と、ヒカルさん何考えてるか分かんないから、なんか褒められても本当かどうか分からんっていう人がいらっしゃるんですよね。本音じゃないように聞こえるってことか。まあそうね、うん、でも確かに実際本音じゃない時もあるんだけど、なんかそれはすごい難しいなと思ったんですよね。なるほど。でメルカリでマネージャーしてる時に、うん、あのメルカリってまあ僕になった時もマネージャーって本当数人しかいなかったけど、うん、そこから人数めちゃくちゃ増えて、うん、マネージャーも結構こう強弱というか、うんうん、あのバラエティが出てきたんですよね。なるほど。そこでなんかマネージャーフィードバックサーベイっていう社内の施策が行われて、うんまあ、メンバー全員、メンバーが何人か以上いるマネージャーに関しては、うん部下から360度評価でマネージャーを、まあ、その満足度、まあ、NPS みたいなことですね、あ5段階でつけるみたいなやつがあったんですよ、うん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 、僕あの、それ 4.9 だったんですよ。めっちゃ高いやん。実はなんか60、70人くらいいたの、当時のメルカリの中で僕一番高かったんですけど。すごいね。そう。うん、なんですけど、うんあのまあ、とはいえその、もっと良くなりたいじゃないですか。うん、だからメンバーに行って、なんかそのまあ、点数として高くつけてもらって嬉しいけど、うん、そのもっと定性的に何が気に入ってて何が気に入ってないのかみたいな、うん、特に気に入ってないポイントっていうのを出してほしいって言って、うん、僕がいない会で、あのみんなに それをだべってもらうっていう会を実施して、うん、それをアノニマスでその議事録を見せてもらうっていうやつをやったんですよね、うんうん、じゃやっぱ何考えてるかちょっと分からんみたいなところがあって、なんか満足度は高いのにそれって結構面白いなと思って、うん、あまあ、うんうん、なんか結構あれは未だに解けてない部分もあるんだけど、あでもねなんか僕それ結構答えがあって、うん、結局なんかやっぱなんだろう、みんなバカじゃないんですよ、みんな優秀なんで、みんな優秀、うん、そう、まあ、人間だって本当ちょぼちょぼなんであんま差がないので、みんな優秀だって前提に立つと、なんか彼らというかそのマネジメントされる側の人たちもマネージャーに何求めてるかっていうと、要はマネジメントしてくれること、はいはいはい、なんとかしてくれることなんですよ、成果を出してくれること、うん、その点に満足度があるかどうかで結構評価されてるんじゃないかなと思います。だからそのプロセスとしての何考えてるか分かんないとか、そのなんだろう、ちょっとしたサインみたいなのはなんだろう、
白米が好きか玄米が好きかみたいな差でしかないと思ってて、ね、箱の中はブラックボックスでもちゃんと、うん、そうレスポンスが返ってくる API であれば問題ないという、そうそう、この人はちゃんと仕上げてくれる人だっていうのが分かってれば、うん、まあそれはそうかもしれないです、うん、なんかもう一個思いついたのが、うん、褒めると逆に、まあ、けなすとか、うん、ちゃんとフィードバックするっていうことについてなんだけど、うん、なんかあの会社の子で、女の子で あんまり人から指摘をされないっていうことにむしろ悩んでる子がいて、うん、まあ、その子なんかちょっと可愛らしい感じの子、デザイナーデザイナーじゃないです、あ、違うんだ、元 PM ですね、うん、なんですけど、なんかあんまりその周りは言ってくれないみたいな感じなんで、うん、山本の下についてたらいいかなと思うんだけど、めちゃくちゃ一回なんか話した時になんか純粋にアウトプットに満足できなくて、うん、結構言ったんだよね、うん、とかアウトプットはそのなんか仕事の仕方とかに対して、うん、それ全然もうダメだよみたいな、うん、言ったらなんかそういう方が嬉しいみたいな、やっぱなんか、うん、なんか周りの人褒めてくれるけども、うん、褒めてくれてるのもなんか甘噛みっぽい感じで、うん、なんか実感ないから、むしろ本音で何でも言ってほしいみたいな感じの話があったりとかして、うん、なんかそういう人は結構だから相性ってあるよねって思った。あ、ありますね。やっぱりその人って。でもなんか一般的な人ってやっぱどうしても日本の農耕社会のそのコミュニティの作り方に合わせた褒め方をしちゃうというか、関係を崩さないってことが丸1にあって、丸2がフィードバックになっちゃってる場合がすごい多いと思うんですよ。あるで、僕らみたいな結構人格崩壊してる人間は逆じゃないですか。僕は超濃厚民族ですよ、ちなみに。あ、そうなの。僕はかなり人間関係に関しては臆病な方ですね。なるほど。僕はなんか、まあ、ぶっ壊れはしないと思ってるんで、っていうかそもそもことに対して言ってるから、うん、だからことに対して言ってるから基本的には関係とか一回無視して聞いてほしいっていう意味で、うん、ものすごいストレートにフィードバックするんです。だから文字が多いと、うん、こんなん誰も読まない、あ、うん、読んでも伝わってこないから5分で分かるようにしてみたいな、うん、スライドとかも、まあ、めちゃくちゃ言ってそうスライドのチャートとかもこれメモリ10個あるけどなんで10個なのみたいな、うん、この10個のメモリ読まないと分からないって、それそもそもグラフとして崩壊してるとか、嫌な上司だねでもそれはことに対してのフィードバックなんですよ。だからうちとしてはこういう方針でやってるから、まずはこの本全部読んで、うん、こういうチャートを作るようになってくださいっていうのを、言うんですよ、うん、だからそこのギャップすごいあるなと思ってて、結局なんだかんだことに向かうみたいなのの前に人間関係壊さないとか、その自分へのフィードバックとして受け取ってしまう人間性みたいなものが結構土壌としてもう育ってしまってるなってのすごい思います、うん、で新卒の子とかあるいはデザイナーみたいな結構なんですかね、仕事の仕方も分かんないから自分のこれまでやってきたもので仕事をしてる人とか、はい、デザイナーっていうのはその、うん、要はそれがそのまま見えるものになってる人たちってこれと人格リンクしやすいなって思ってるんですよ。あ、そうだね、うん、自分が出したものと人格がリンクしやすいから、はい、これに対するフィードバックがめちゃめちゃ人格へのフィードバックだって捉えられやすい、特にそういう人物だっていうふうに僕的にはこういろんな人と働いてきた中で思うところがあって、うん、なんかそういう時ほど前置きを始めにするようにしました、うん、ああデザイナーとか本当そうだもんね。そうですね、確かに、うん、あでもなんかすごいなんだろう面白いなと思って、僕かなり人間関係を気にする、僕と結構ことに向かってない方ですね、どっちかっていうと。おお、その自覚が面白いですね。それすごい羨ましいなと思いますね。あ、僕は圧倒的になんだろう個別化タイプで、うん、だからそのことに対してフィードバックするときってそんな個別化要素って薄いかなと思ってるんですよね、うん、それ同じ人が3人いて3人同じことやってて、はい、でそれぞれ同じアウトプットでたときに、うん、ことに対して全部ダメだったら、うん、そのこととやるべきことの差分をそのままぶつけるって感じだと思うんですけど、うん、僕はなんか明確に相手の性格とかによってやっぱひるんだり強気に出たりとかするっていう癖はあるんですけど、うん、まあ、それはそれで自分の一個弱みかなと思ってるし、逆に強みかなと思ってるんですよね、うんうんうん、だからその意外に何考えてるか分かんないっていう部分もあるんですけど、ピープルマネジメント自体は個別化っていう意味では、うん、人間性関係関係性を壊さないために関して結構強いんですよね。確かに確かに。だから僕プロセスマネジメントはそんな得意じゃないですよ、逆に。うん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 。だからウェットな方なんですよね。なるほどね。ああ、僕もそのインターフェースすごい大事だっていうのは分かるんだけど、いや君は無理だよ。いやできないんだろうな。君は無理だよ。下手なんだろう。うん、多分それは。でもなんか君は明確にピープルマネジメントに向いてないよ。確かに。ただなんかその信頼をつかんだ後は、うん、多分もう何言っても大丈夫だっていう感覚はある。でもなんか結構初めにちゃんとやるのはなんかうちとか僕と一緒にやっててどうなりたいのかとか、うん、なんか
自分個人として将来どう目指してるのか、なんか家建てたいとかなんかいろいろあるじゃないですか、うん、そういうのできるだけ聞いて、でそれがうちややる場所なのかそうじゃないのかっていうのをジャッジをめっちゃちゃんと親身にするっていうのはなんかやるようにしてて、うん、なんかそこ合ってないと何にしろダメだから、うん、まあゆえの離職率ゼロかなみたいな、まあそうね、あるかなとは思います。まあそのそうなんだよ、なんか中に入ってプロセスでモチベーション云々ってもあるけど、うん、入り口が一番重要かなっていうところは、ね、多分僕と山本にも共通しているところかな。ゴールマネジメントみたいな、うんうん、こうなりたいんだったらじゃあこういうフィードバックの方がいいよねっていうのはやっぱ結構ある気がします。まあそうね、だから自分でチーム作れる方が基本的にはいいよね。そう、すでにあるチームのところに横滑りで入ってきてマネジメントできる人ってめちゃくちゃすげえなと思うし、うん、逆にちょっとなんか異常な能力だと思ってる、うん、そうですね、それは良しとはもう思わない。そうですね、なんかウィルがある人ほどそういう横滑りマネジメントはできないはずなんですよと思う、うん、人に合わせるっていう作業の工数が多くなるはずなんで、うんうん、まあ、はい、そんな感じ。何の話ってこれ、マネージャーは褒められないって話ですね。そうですね、まあでもいい話になった気がする。確かにすごい面白かった、うん、まあ、じゃあ点々としてフィードバック、うん、ですね。ちょっと僕らもたまには褒め合いますか、はい、そうですね。いや、ヒカルさんはね、あれですよ、今ここでじゃあそれは褒めたらやるか、オフラインでやるわ、はい、じゃあ今日はこんな感じで、はい、ありがとうございます。フリアジムでした、はい、聞いた方チャンネル登録お願いします。お願いします。またね。バイバイ。